佐藤慶は、日本の政治家。自由民主党所属の参議院議員。経済産業大臣政務官兼、内閣府大臣政務官兼復興大臣政務官。東京大学経済学部卒業、カーネギーメロン大学養成大学院修了、南カリフォルニア大学ロースクール修了出展1979年4月7日、サラリーマン家庭に生まれる。奈良県奈良市出身。 奈良市立、東富家旧小学校、西山和学園中学校、高等学校、東京大学経済学部を卒業。経済学部在籍時には、持田信樹教授に指示し、財政学を中心に学ぶ。大学在学中に、国家公務員、採用一種試験に合格。2003年4月に、総務省に入省。4ヶ月後、北海道庁へ赴任。 財政課では予算編成作業に携わった。2005年4月、総務省に戻り、行政管理局において、情報公開法制の見直しや電子政府の推進に携わった。その後、自治行政局市町村課において、市町村行政の連携を一層推進するため、定住自立権構想の実現に尽力した。また、2009年から2年間、 人事院長期災害研究員として、アメリカ合衆国へ渡り、カーネギー・メロン大学大学院で公共経営学習士号を、南カリフォルニア大学大学院で法律学習士号を取得。南カリフォルニア大学大学院在籍時は、ロースクールの留学生代表を務めるなど、学業以外にも幅広く活動。2011年のロサンゼルスマラソンも完走。 2011年7月に、米国から帰国し、茨城県日立大田市に赴任。政策企画部長として、人口減少対策や東日本大震災の復旧復興などに尽力した。特に、人口減少対策に関しては、子育て神手日立大田のキャッチフレーズのもと、子育て支援の拡充に力を注ぎ、数年で、日立大田市を全国有数の先進自治体とする。 ことに成功。全国から視察が相次ぎ、2018年発刊の宝島社、田舎暮らしの本2月号の2018年版住みたい田舎ベストランキングにおいては、日立大田市が人口10万人未満の小さな町部門の子育て世代が住みたい田舎第一位となった。2014年4月に総務省に戻り、 自治財政局公営企業経営室課長補佐として、地方財政制度の企画立案に携わった。2014年9月から1年間、総理官邸で内閣総理大臣補佐官の秘書官を務めた。木村太郎総理大臣補佐官の下ふるさとづくりの推進に携わり、安倍政権の進める地方創生の後押しをした。2015年10月に、 総務省自治行政局選挙部選挙課課長補佐となり、同年11月に参議院選挙出馬のため総務省を退職した。2016年7月10日執行の第24回参議院、議員通常選挙に自由民主党公認で出馬し、野党統一候補として出馬した民進党の現職らを破り、初当選を果たした。当選後は外交防衛委員会、 議員運営委員会に所属。党では、経済産業部会副部会長、青年局次長などを務める。また、小泉慎次郎議員が主催する勉強会、2020年以降の経済社会構想会議のメンバーとして、国会改革の提言の取りまとめなどに関わった。2018年秋の時点において、経済産業委員会、議員運営委員会等に所属。党では、 参議院自民党国会対策委員会、副委員長をはじめ、財政再建推進本部事務局次長、財政構造のあり方検討小委員会事務局長、代行、金融調査会事務局次長、行政改革推進本部幹事、選挙制度調査会事務局次長、青年局国際部副部長、商工、中小企業関係団体委員会副委員長、 政和政策研究会政策副委員長などを務める。また、世耕広重経済産業大臣、加藤勝信総務会長や若手議員らで作る明るい社会保障改革研究会の事務局長として、令和時代の社会保障改革の提言取りまとめを行った。2019年秋の時点において、議員運営委員会、文教科学委員会に所属。党では、 参議院国会対策委員会副委員長をはじめ、財政再建推進本部事務局次長、財政構造のあり方検討省委員会事務局長、代行、金融調査会事務局次長、行政改革推進本部公務員、制度改革チーム事務局次長、文部科学部会高等専門学校、省委員会事務局次長、青年局国際部副部長などを務める。 2020年9月18日、経済産業大臣政務官兼、内閣府大臣政務官兼復興大臣政務官に就任。新型コロナ対策、福島復興、廃炉、汚染水対策、デジタル化、エネルギー、環境政策、健康、医療、経済安全保障、中小企業対策などに取り組む。2021年自民党総裁選では、 高市社内の推薦人名簿に名を連ねた。出展出展出展。ありがとうございます。